札幌駅到着。さてこれからどうやって向かっていくかわからない。とりあえず方向は向こう。布だらけやな。札幌戻ってきました。これからまた一旦ホテルに戻ってちょっと休憩して店行きますかね。まあそんな毎日を過ごしております。ちょっとあの昨日あれできなかったウェルカムコーヒーを飲んでくる。朝か、一応まだ朝早いですが、ここにウェルカムコーヒーがあります。着いてすぐ2時かな、2時から14時からって書いてある。14時からって2時からですよ。どれしようかな。でカフェラテ。カフェラテもカプチーノもカフェラテ一緒ちゃうの。ウェルカムコーヒーの前になんか札幌の案内所がこうやってあるんで、英語版、じゃあタイ版、中国語版、英語版。一通りある。で、エントランス。ちょっと待って。ホテルの中には、レンタル PC、朝食バイキング1500円。もちろん Wi-Fi はあるわね。あと VOD っていう。うん、これビジネスマンだけやな。変なビデオ見たらあかんで。ウェルカムドリンク。ネストホテル、大通り店の中を紹介しましょう。まずもらった金はここに入れます。普通刺すやつやねんけどね、こういう風に物を置くとこれやると消えちゃうんですよ。抜いとくとつくっていうやつ、いつものパターン。で左側にミラーがあって、すぐその横がまた忘れたな、何やったっけな、まあ、服入れるやつなんていうんやったっけ、クローゼット。左にクローゼットがあります。この横がまた入ってんだな。扉を中に入ると一応アメニティがあって、まあ普通にポットで2人分なんで、2人分のカップかな。でこれ1枚全部でジャパニーズグリーンティーが、まあ緑茶とアップルティーとこれダージリンティーをそれぞれ2人分ずつで、まあコップも2つ用意されてます。であとまあ普通にこう全身マッサージ、指圧、リラクション線エステ40分4320円らしい。使わないけどねこういうの。でパッと奥に入るとまあまあ日本のビジネスホテルらしい感じで、まあ、テレビがあって、普通にミラーがあって、まあライトはこんだけやね。普通のまあたまたまダブルしかなかったんでダブルのベッドを使ってますと、これライト、この2つしかないですね。このライトとこれとこのライトしかない。であとエアコンはまあここに集中制御されてるんで自分でコントロールはできないですね、残念ながら。ライトはこれだけ、これ押すとそれぐらいかな。一応チェアも用意してありますけど、これもライト、ライト充電しまくるんでコンセント抜いちゃってますけど、ね、ここ見ると残念ながらここからの景色は大したことないです。普通の、ビジネス街。もうちょっと調べてから泊まればよかったね。でまあまあまあホテルとしても値段は6000円かそこら、あ5000円が超えたかな。そんな高くないんでいいですよね。で次にちょっと臭いな。ドライヤーがなぜか2つ用意されてます。でちょっと下買ってますけど、ここがアメニティの洗面所、トイレ、バスルームは普通ですね。一応シャンプー&リンス&ボディーソープかなは揃ってます。シャワーも普通、特に問題はない。まあ日本のホテルはみんなちゃんとしてますよ。トイレもやっぱ日本っぽくこういうのついてますね。でアメニティは一応男女で泊まってるんで、ゲストリーが2つで、耳掃除するやつ、これがスポンジやろな、体洗うやつ、あとはこういうヘアブラシで歯ブラシかな。ちゃんと男女で止まってるんで青とピンクも揃えてくれてる。そんな感じです、普通ですね。タオルはまあこの中、これ1日1回変えてくれるんで汚しても大丈夫。こっちも一緒、ちっちゃいタオル。
っていう感じです。名前はネストホテル大通り店、札幌の方にも、札幌店もあんねんな、忘れた、なんか2軒あるんですけど、そのうちの1軒の方を今回は予約しました。入ってすぐ出るのがドリンクコーナー、一応こんな感じで椅子があってくつろげるね。で、出入り口は今大流行りの回転するやつ。じゃじゃーん。ちょっと上を見上げると地球儀があります。朝これ撮影してるんですけど、朝飯を食べようと思って玄関を出て、左を見ても右を見てもガラガラです。一応駐車場は目の前にあって、有料駐車場もあるわね。ネストホテル、じゃーん。ちょっと周りの様子はこんな感じ。炭火居酒屋山の里、近くにファミマミあります。ファミマ、おースターバックスコーヒー、ちょっと近くにスタバがあったんでスタバ入ります。お待たせしました。おはようございます。ありがとうございます。えらいダダピロイな、ここえらいダダピロイスターバックス。